まあちゃん待ってた、また一回のこと。ハロー YouTube。 はい、よし、ファイナステップさんから、はい、ナイさんとモナちゃんにワンスマイルボックスが届いています。ワンスマイルボックス、イエーイ。なんだろう。じゃん、なんかカラフルな可愛いの見えた。ねえ、いくも。お、なんかすごい。お手紙書いてくれてる。お手紙。じゃ、読んでみましょう。はい。ノイさん、モナちゃん。今回のテーマは、お散歩、ドッグカフェを楽しもうです。お家でできるトレーニング、参考にしてみてくださいね。お出かけね、するからね。最近だと特に公園行ったりとかね、してるから。そういう時に使えたらいい ね。じゃあ見てみますか。まあちゃん漁ってるね。漁ってますね。盛りだくさんじゃない、うん、すごいね、いろいろ入ってるね。これは何ですか。ドッグバルーンだって。ボールは防水らしいのよ、うん、防水、そう、だから雪の上でも遊べるよって。活躍するかもしれない。日本初上陸のイギリスブランド。こんな小さいのにボールになるんだね。ね、かわいいね、これかわいい。ボールにしてみて。ボールにしてみようか。どうやって遊ぶか。風船膨らませひねって遊ぶ、はい、結び目をカバーに押し込みしっかりと閉じる。やってみます。まずこうだね、うん、ここにドン、うん、マジックテープがあるのでここ開けてこうやって、吸い込むとね、しぼんでくわ。なんだろうね、これ、モナちゃん。なんか間違ってない？間違ってるこれ。中に風船、その下に落ちてるもの何かと思って。ママ途中で発見しちゃったもんね、なんか落ちてると思って。これよく読んでなかった証拠ですね、これ。これはね、ごめんなさい。ごめんなさい。なんだろうの顔、かわいいね。うん、かわいい、うん、かわいい顔する。お、ゆくん上手。パパに結んでもらおうか。できた。できた。お、できた。お、よ、まなちゃん。すげえ。あれ、手でバレーボールみたいにやるんじゃないの。目つぶったけど。え、あ、これ割れちゃうよ、おもちゃん。割れそうだけど、このカバーがついてることでね、大丈夫なんだね。いいね、これ。これナイスアイディアだね。ナイスアイディアだね。モナちゃんみたいに手洗い遊び方する子でもいいんじゃない？うん。これさ、人間の子供にも良さそう。うん、確かに。風船だから。ね。モナちゃん遊びこなしてるね。ね、遊びこなしてるね。楽しそうだよ。ちょっとバレーできそうだよ、これ。お、綺麗だ。オットセイか。オットセイかな。玉乗りしそうなオレンジのってなんだろう、水とかかな。オレンジのなんか、はい、コイルかな。トリーツポーチ。トリーツポーチ、おやつをね、入れるんだよね。うん、これ欲しかった。よかったね。お、これはね、洗えるみたいだね。訓練する時もさ、パッとおやつあげれるからね、すごくいいんだよね。あ、いいね、ここマグネットになってる、うん、トレーナーさんとかも使っててさ、欲しいなと思ってたんだよね。そうなんだ。え、ワンちゃんはそれ口突っ込むものじゃないか。ダメです。こうで上から開けるんだね、うん、ね。しかもさ、これこうやってクリップになってるから、うんうん、人間のズボンとかにこうやってつけたり ねして。お散歩の時も使えるけど、家で訓練する時も使えるね、うん、いいね。これパパの目が光るよ、これ。美味しそう。ほい、本当だ。じゃん、ブルーベリー。ブルーベリービスケット。ね、よくなりそう。ね、うん、すごい。すべて国産野菜を使用しています。じゃがいも、ブルーベリー、豆乳、菜種油。うんうん。北海道で作ってるみたい。あ、
もちん、それダメだよ、おもちゃじゃないよ。こういう感じですね。うん、そうそう、姿勢よく持ってます。左につけるわ、左利きの方。うん、固定。あら、いい子だね、いい子、いい子、いい子、はい。そんな感じだね。お味はどうですか？どうですか？パパは食べてみなくていいですか？食べたい。食べてみてください。待て。あら、いい子だね、いい子だね。じゃあこれから。パク。お味はどう？ブルーベリーの味するよ。美味しい？美味しいかどうかちょっとね、ブルーベリーとジャガイモの味。ムミ。ムミ。そうなんだ。気に入ってるね。気に入ってる。ラクラクシャンプータオル、アロマフレグランス。これからの時期さ、助かるよね、うん、助かるね。雪解けてドロドロになってさ、うん、もう昨日もお腹黒くなって帰ってきたんだよね。ああ、そっか、いいね、これ玄関に置いとくとさ、うん、帰ってきた、ね、これね、あとね、10個ぐらい欲しい。10個ぐらい、そうだね。1ヶ月でなくなっちゃうからね、うん、なかなか大きめじゃないですか。うん、大きい、いいね。これぐらい大きいと使いすぎんだよね。ちっちゃいウェイトティッシュで2枚ぐらい出しちゃうもんね。うん、フローラルな匂いするね、うん、いい匂いする。いい匂いするね。甘い匂いでさ、やりやすくなるんじゃない、うん、そうかもね。自分でなんか匂いするなって感じるのかな。なんかうっとりしてるよ。おちん、いいね、キレキレだね、うん、本当だ。でもクッキーの匂いがする。クッキーの匂いする。ノイとモナの匂いも全然違うもんね。違うね、うん、ちゃんと、うん、出かけに役立つマナーとしつけ講座、うん、大切だよね。大切だよね、うん、Mサイズって書いてあった。モナちゃんとノイちゃんの、そうなんだ、うん、でこれが届いたんだね、うん、小型犬の子はこういうところに届いた。あ、そういうことね、うん、なるほど。シャンプータオルされてるからすごいうっとりしてる、うんうん、いらっしゃーい。楽しいね。待ってたからさ、ありがとうって。ありがとうだね。じゃあ、ありがとう。上手。おもちゃ上手だよね。おお。上手。おお。すごい。じゃあボールはボール。お。ちょっと挙動不審で可愛い。それ。ちょうだい。割れることも知っててビビってる。あー、なるほどね、うん、割れないか心配してる。バイバイ。いっぱい割ってきてるもんね。動きが多く好き。すごいね、おちゃん。すごいね。おちゃん、捕まりましたね。お、パパだって文句を言うんですよ。後ろ足が大体なくて。ああ。観念してますね、のえちゃん。うん。このボールヒットじゃない？ヒットだね、うん、なかなかいいね。楽しいね、うん、今度これ外持ってってさ、遊びたくない？うん、おしまいですか？ OK ですね、いいと思います、まあ、よし、じゃあ焼肉するか。いいね、焼肉しよう。いるから。うん、コーギー系のえさんのグッズは3月6日まで発売中です。